フラガールやマザーなどで高い演技力を見せている女優松雪泰子さん。クールで美しい容姿が印象的な松雪さんは、これまでに何度も熱愛が報じられてきました。俳優の保坂直樹さんとは結婚秒読みとも言われていたようですが、最終的に破局しました。なぜ破局になったのでしょうか。調べてみましたので紹介します。松雪泰子さんのプロフィール。本名、松雪泰子。生年月日、1972年11月28日。出身地、佐賀県鳥栖市。身長165センチ。血液型、O 型。学歴、佐賀県立鳥栖商業高校。所属事務所、スターダストプロモーション。経歴。松雪泰子さんは高校在学中、メンズノンノのオーディションに応募し、見事第1回メンズノンノガールフレンドに選ばれたことがきっかけで、モデルとしての活動を始めました。1991年、テレビドラマ熱血新入社員宣言で女優デビューすると、同年 NHK 夜に海輝きで初主演を果たしました。翌年には映画パテオで映画デビューしています。1993年、白鳥麗子でございますにて、強烈なキャラクターの主演、白鳥麗子役を演じ、ドラマは大ヒットしました。2006年には映画フラガールで主役での演技が評価され、日本アカデミー賞の優秀主演女優賞などの各賞を受賞しました。実家が。松雪さんの実家はお金持ちという噂があり、地元でも有名な家のようです。松雪さんの父親はトスガス株式会社を経営していて、現在トス市内の都市ガスの供給をしている8000戸のほとんどをトスガス株式会社が担っているといいます。会社は松雪さんの父親が資本金3000万円で創業し、一代で築き上げました。鳥栖市内の都市ガスの普及に伴い、会社の規模も大きくなり、現在の資本金は2億円とも言われています。会社経営をしている父親の下で育った松雪さんは、両親と弟2人の5人家族で育ちました。教育熱心だった母親の影響で、幼少期はバレエやピアノ、日本舞踊などを習っていたそうです。当時はいやいややっていたそうですが、女優になった今はとても感謝していると、幼少期の習い事の経験が女優業に生かされていると語っていました。保坂直樹さんとの結婚寸前で、松雪さんはかつて俳優の保坂直樹さんとの熱愛が報じられていました。二人はドラマ「パテオ」での共演をきっかけに恋愛に発展。保坂さんが高岡早紀さんと結婚する前に交際しており、同棲報道まで流れ、一時は結婚秒読みとも言われていました。交際期間中もドラマや CM で共演し、さらにファッション誌「アンアン」ではカップルとしてグラビアを飾り、キスをしている写真が掲載されました。このように二人の関係は公然の中で、バラエティ番組ではダウンタウンの浜田さんに、彼氏と一緒に CM に出て恥ずかしくないと聞かれると、現場に入ったら全然気にならないと答えるなど、全く隠していなかったようです。しかし保坂さんは熱愛当時すでに極秘で一般女性と結婚していたのです。その女性はまだ売れていなかった時期から保坂さんを支え、銀座のクラブでホステスとして働き、身を隠すように暮らしていたといいます。そんな中、映画版パテオの東南アジアロケで保坂さんと松雪さんが急接近し、交際に発展したようです。その後、保坂さんは
松雪さんとの不倫が原因なのか離婚していますが、結局松雪さんとも破局してしまいました。二人の破局理由は、保坂さんの激しい性格や女性関係とも言われていますが、高岡さんと交際を始めたからとの見方もあるようです。結婚して、保坂さんとの辛い恋愛を経験後、松雪さんは1998年、25歳の時に7歳年上のロックバンド、ザ・スリルのギタリスト、ガクこと門脇学さんと結婚しました。松雪さんがコンサートをした際は、二人揃ってステージに立ったこともあるそうです。2001年には長男が誕生しましたが、結婚から6年後の2004年に離婚しました。松雪さんは公式ホームページで、仕事が忙しくすれ違いが多くなり、お互いに見つめ直す時間を作ろうと昨年より別居しておりました。そして結婚生活を続けるより離婚した方がいいという結論を二人で出しました。お互いの人生を尊重し合い、早く新しい人生の第一歩を踏み出せるようにしたかったと離婚理由について明かしています。一方の門脇さんも6年間の結婚生活でたくさんのギフトを授かりました。お互いの人生を尊重しながら向き合って話ができる良い関係になれたことを嬉しく思っていますとコメントしました。息子との関係は、離婚後、一人息子は芸能人御用達の私立小学校に入学し、息子が大学生になった今でも松雪さんはお弁当を作っているそうです。息子が幼い頃は何よりも子供が最優先で、1年のうちの3分の2は子育て、残りが仕事という感じで過ごしていたと振り返っています。2018年には自身の教育方針について、割と自主性というか、アドバイスはするけど、彼の考えに任せて、委ねて育ててきた。可能性、選択肢はいっぱいあるけど、その代わり選択して、もしミスがあっても自己責任。だから反抗する理由が見当たらなかったみたいで、そういう意味では自由でしたと話していました。さらに松雪さんは、彼が選択したいというならば、体験してみないとわからないじゃないですか。行って失敗することも経験の一つだと思いますし、割と委ねていましたと明かしており、思春期にはクソババアと言われたこともあるそうですが、松雪さんにとってそれは反抗期に入らなかったようです。大学生になった息子との関係については、ずっと一緒にいるわけではないけど、買い物に行くときに誘って、私が車を運転しながら、最近学校はどう？と聞いたり、できるだけ話をする時間を作るようにしています。一緒に出かけると自然に話すようになるので、そうやってコミュニケーションをとっていて、映画も見に行ったりしますと話しており、親子の仲の良さも感じられました。健康法。今でも美しい容姿を維持している松雪さんですが、40代になってから体の変化を大きく感じ、今まで簡単にできていたことができなくなったり、体が痛くなったりするなど、戸惑いがあったといいます。そんな中、体の歪みを取るエクササイズ、エゴス級メソッドに出会ったそうです。自分の体の取扱説明書を手に入れる感じで、体の痛みが消えて、すごく体調が良くなったといいます。普段、体を使う仕事なので、健康第一と考え、一つの仕事が終わるたびに、体をリセットすることを習慣にしているそうで、多い時には週3回は体を動かして整えているそうです。また、深く呼吸ができるようになるだけで、全然体調が違う。体を整えることで、こんなに不安から解放されるなんて驚きですと話しています。食生活にも気をつけている松雪さんは、長年グルテンフリーの食事をしていて、
自分の体に合う食材を選んで料理しているそうです。そのため外食はほとんどせず、撮影がある時もお弁当を作って持っていくという松雪さん。老いていくのは怖いけど、体調を整えて健康でいるとあまりネガティブに物事を考えなくなり、老いへの恐怖も消えていくと思いますと語っていました。現在は、今の年齢になってオファーされる役も幅広くなったから、以前よりも自由度が高くなったと感じていると話す松雪さん。女優活動の傍ら、2020年にモンドアートプロジェクトを立ち上げ、様々なコンテンツを楽しめる月額制の会員サイトを開設し、アーティスト活動を再開させています。いつまでもクールで美しいビジュアルの松雪泰子さん。ミステリアスなイメージですが、大学生の息子がいることに驚きました。関係性も良好なようで、公私ともに順調のようですね。これからの活躍を応援しています。あなたはどう思いましたでしょうか？女優としても輝き続けてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。